メインウォーカーの方々のパフォーマンスは見ていただけましたでしょうか。メインウォーカー本番の裏側、高野祭はメインウォーカーとして歩かれたクライアント様とその担当トレーナーによるパフォーマンスの振り返り対談です。出場前の率直な気持ちや周りで応援してくださる方の言葉、本番中のクライアントとトレーナーの二人三脚で挑戦しているここでしか聞けない話を聞くことができます。それではどうぞお楽しみください。こんにちは、お母さん、イベントありがとうございました。ありがとうございました。さりちゃんどうでした？当日は歩く前と歩いた後とかさ、歩く前はどんな感じだった？早く歩いてた。こんにちは。歩いてる最中か。下に足打ったから。嫌だった。でも良かったですね。綺麗。歩いた後はどうだった？もっと歩きたかった。本当。実際さ歩いてさなんかおじいちゃんおばあちゃんとか来てたりとかさ。実際にさ、こう、お友達とかさ、映像を見てもらったと思うんだけどさ、なんか終わってからさ、どんなこと言われたりした？友達からは、うん、家族で見たよって言われて、うん、で、私は血が歩けるなんて知らなかったんです。うん、うん、どう思った？さっきの人。嬉しかった。嬉しかった。うん、他に何かどういうこと言われた？本当は、うん、誰か誰でもいい。俺か。いや、俺はダメでしょ。俺はダメでしょ。分かんない、うん、なんか、おじいちゃんおばあちゃんとか当日さ、その場で見てさ、なんて言った？感動したよって言われました。うん、じゃあどうだった？それ、嬉しかった？どう？スタートするのか。ちょっとこれ緊張してないかも。わかんない。あ、そう。最初さ、左さ、出すの大変そうだったじゃん。でもなんか、当日さ、すごい綺麗に出したけどさ。どうだった？なんか、結構さ、ギリギリまで左足出すの大変そうだったけどさ、当日すごい綺麗に出したじゃん。そうだった。そうだよ。忘れちゃったの？教えてた。じゃあ、そのぐらい自然に出せた。実際さ、歩行器はどう歩いてる？なんで歩行器の方が歩くのがいいんですか？歩きやすいから。歩きやすいから。どうだった？お母さんと歩けるの？いいかよ。歩きはいるけど、いいかも。だって、なかなかだってさ、お母さんと一緒にさ、手つながるってなかなかできる機会ないでしょ。だからでもさ、よく考えたらさ、すごいさ、もともとさ、直線行ければいいやってたけどさ、往復できたの。すごいスピード速かったの。なんでできたの？もっと歩きたかったの？もっともっと歩きたかったのに。歩行器でね。うん、うん、だってイベント前はさ、実際歩行器で歩くんだけど、イベント前の直前のトレーニングぐらいでしか歩けないんだ。それ前全然歩けなくてさ、それなのにさ、当日さ、すごい綺麗に歩いてたからさ、びっくりした。お母さんどうでした？実際サポートしてちょっと急遽来れなくなってしまって、お母さんも急遽代役という形になって、その辺は結構大変でした。あ、そうですね。ちょっとなかなか息が合わないんでうまくサポートできなくて、最初はすごく不安だった。私の方が不安だったんですけど、頑張ってくれた、うまく合わせてくれたのかなと思います。
オンライントレーニングとかでもいろいろやらせていただいているんですけど、最初はなかなかスムーズに歩けなかったんですけど、当日はかなり綺麗に歩けてたので、こんなにスタスタ行くとは思わなかったです。だから結構ご自宅で練習とかもしたんですか？そうですね、ちょっと不安で練習の成果だけで見えてたからね。どうした？家でいっぱい練習したの？で、連動さ、こうやって出て、まずさ、見せたじゃんね。じゃ今後の目標。今後の目標、うん、トレーニングの目標、なんかある？クラッチで歩けるようになりたい。あ、いいね。今後の目標。クラッチで歩けるんだったらね、家とかでもね、ちょっといろいろ動けることが増えるからね。はい、今だったら、お母さんとかお父さんとね、動かなきゃいけないとか、自分でも動けるようになるね。はい、じゃあ、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。